そんな一時期に比べたら。なんかノノさんからの差し入れ写真が。ああ。ありがとう。とても美味しそうで、みたいですね。差し入れが足んなかったら2日目のどっかで買ってこよう。じゃあ足りないことないです。絶対明日余るから。全然分からん。いいっす、私の僕適当なやつ使っていいっす。皆さんもう配信してる。はい、はい、はい、配信今から配信ました。めんどくさい配信じゃないです。もうテストテストは終わってスネークを始めました。じゃあ謎のセプターって誰、はい、入ればいい。謎のセプターって何があるんですか。何があったんですか。本名で入ってる。あ、いや、あの私が貸したから大丈夫です。はい、あ、本当。あ、映った。バッチリ配信されてる。本当。謎のセプターって何なんですか。変なこと言わないことだ。ちなみに声拾ってるからね、これ。なんでそんな謎のセプター扱いされてるんですかね。いや、カードをまだここで手当てしてる、知らなかったんで。ヒロエさんの本名セッターが出てくるかと思って。ヒロエさん本名でやっちゃうんですか。当時は本名です。今も本名、ある意味本名です。あ、今も本名なんだ。名前と名字と下の名前がバレたったらフルネームが分かっちゃうでしょって話だって。ヒロエさんは下の名前は正しいんだけど名字が分かんないでしょ。 DS 版に名字使っちゃってたから2つが割れると名字が分かっちゃうよ。あ、じゃあもうヒロエさんもヒロエさんっていうことなんで。あれ 3DS の初期の頃フルネームでやってますし。いや、あれね、フルネームじゃなくてスカイプ、あれじゃあツイッターで登録したやつがそうなっちゃった。あ、なんかの大会にフルネームで。じゃあ募集すればいいですか。じゃあいい件して4人戦募集しますわ。はい、じゃあとりあえず4人戦行けばいいんですか。時間制限どうしておきましょう。遅めにしとく。遅めないか、説明とかパソコンがなんかフラフラしてるのなんとか舞台が欲しい。ああ、大丈夫。いや、まさかひろゆさん本名だと思ってませんでしたよ。いや、じゃあめんどくさいから制限なしにしとくか。わからん、終わりわからん。皆さん、空き箱の段ボールとして。あ、ありがとうございます。最初として Wi-Fi。ワイヤレス。あ、ワイヤレスね。あ、OK、把握しました。個人的にはアプリオさんにもっと知見を発信してほしいものですけどね。いや、アプリオさんだって自分独自のスタイルだからあんまり、うん、おすすめしないっていうか、使いこなさないですからね。そうなんだよね。陰性量を試してみたんですけど、陰性量。あれはデバルト無理だ。無理というか。私が立ってた。結局、申し訳ないんですが、捨てました。あれはいいと思う。ちょっと、リボルト向きではない。なんか私のプレイスタイルにちょっと合ってたから。あ、それはそう。あの走りの方でも、まあ、走れないもん俺だってしょうがない。コントロールタイプだもん。コントロールタイプ。コントロールタイプ、うん、よくわかんないです。どういうことでしょう。あれはもう周りを動かすタイプのブックだから。でも それに反応しないタイプだから合うかもしれない。私それに気づいてないだけかもしれない。そうなんか、あれだあれだ、結局わからん殺しだから。おまけなのか。いや、なんと言いますか、そういうのって分かる人が見るから分かるんであって、私がただ知識ないだけだと。あ、そうか。そうかも。前提が分からんと厳しいかもね。だから私が分かってないだけと。特にあれってリボルト向けじゃないからさ。はい。3DS のある程度。はい、お願いします。あ、1番だ。やったね。ちょっと、なんか、パチンって、あれ、送るやつ。あ、懐かしのライスフォース。ライフォース強いですか、この。だって、ピラさんあれだよ、ファミツーカップライスフォースで、ルックで勝ち抜いたんですよ。このかわいいゆっくりした気持ち。懐かしい曲が。なこれ音楽とか関係はいいですよ。人さえ何とかもね。そうね、このもっさり感だけがリボルトになるでしょ。もっさりしてるな。3倍速なら十分遊べる。これは。
3秒ぐらい時間差ある。あ、そんなもん。3秒だったら早い。
ロボタン。金なくてまだ使えないって。サタンマン。サタンマン。まだ10円だった。10円。あった。あ、金がない。まだ来た。撃てねえ。あるわ。カルノセプトあるわ。チャンス。いや、サタンマン本当に対人戦1回くらいしかしたことないから。いや、俺もほとんどない。助かる気って、対戦の環境あるの？いや、より集まるしかない。あれってメモリ持ってくれば、自分のメモリを落とせるんですか？あれそれが分かったみんなで同じところにコピーして外してくれ。やっぱそうなんだ。あれ攻撃しないですね。死んでるよ。しょうがないやつだ。これ安いやつだ。70円。あ、そう高いあのやつは見せたらすごい安いイメージしかない。ひどくないこれ。殴れだからね、クレリック大事にしろって言ったのに。いや、初耳ですよ。あれそれはね、あのグレムリン殺しなんですよ。はい。で、今切れましたね、喋ってもらって。一応、グレアムラドーンでグレムリンも落とせるよ。殴れ、やめてください。守れ。ロキシア。ロキシア。強いな、キリザルマリさん。こいつ守ったらまたアンディグレス無駄にしちゃうかもしれない。ここは守らないでしょうね。いっちゃうかもしれんな。やだなぁ。ゴルトならもう中盤だよ。やだなぁ、このゆっくりさ。多分僕マジも好きなんやけどね。そういう意味では。いや、ひどいわ。いいところ取れたすごい、連鎖3連鎖あ、それ言ってくれないんだ。あ、言ってくれないですね。これだよ。これ3だまま強くないから。いや、マナ入れましたよ、3。してるから。ヒルさんどっちなんですこれは。え、赤ですか黄色ですか。知らない。知らない。赤赤赤赤赤ですね。初見で回してるから。あれ、ピラさんが土地6個持ってるから早くランドタックス打たないと。ランドタックスってあるの。それサタンの時しかなくなかった。名前聞いてもあんまないかすらわかんない。
すっかり昔のことを思い出せない。とりあえずアイテムが覚えられないというのはしんどいよね。ああ、もうみんなリボルト論になっちゃってるし。私も全然手札覚えられないです。人の手札が覚えられない、カルトセプトの苦しみを思い知るだろう。ゆとり世代。ゆとり世代ゆとり世代ですよ。どうせゆとり世代ですよ。手札が覚えられない。ゆとり。ダイレクトにゆとりの痛み。どうせゆとり世代だよって言われて。ギリでゆとり世代ですから。チャットを使ってアイテムをメモする。私の次の世代ぐらいからゆとり世代あれじゃないですか。防災と店長じゃないですか。嫌だな、この人たちにはさまんの。皆さんが持っているとかフォロワイズ、フォロワイズでも皆さんには聞かないんだ。300、300で、レベル3に上げとくか。こっちは誰？2段分、ブス。効果が分からん。ダメージが10段ぐらい、薬の時。だから10、30、50はノーダメージ。これは40になるのかな。それは見ないとわからないです。30だと思いますよ。これ30なのかな。いや、あの実際の数字です。これは実際の数字、実際の数字だから別に、あの40になれば殴れます。無理に、そういうことなんです。そうですよ、無理に倒さんでもいいけど。やめてください、こんな沈んでるんですから。まあいいや、レベル3にしとこう。この上げられたところを即踏むパターンですね。自分の場で取れるな。ピラさんちょっと取りすぎっすよ、それ。ランドレ欲しいな。そう、ランドレって言いたかった。さっきランドタックスって間違えた。エルダドラゴン置いた。エルダドラゴン2体目です。エルダドラゴンがエルダドラゴン。レベル3になる。早めに。ドラゴンに強いなんてナイトぐらいよ。あれ、これって、あの、ボーナスもらえましたっけ。モナさんもらえないよ。あの、そうじゃなくって、あの、もらえない、もらえない。取り手だからもう、取り手通ったことになっちゃうから、もらえない。え、どういう、パーミを使うと、パーミを使うと取り手通ったことになっちゃう。それはわかるんですけど、普通にです。普通に通る、もらえないってこと。いや、だから、100G のことやろ、この。いや、ボーナスもらえないってば。いや、あの、初めて通るとしかもらえないんだから。あ、パーミッションの話ではないと。パーミッション、パーミッション抜いてください。取り手ボーナスはあるよ。100もらったよ。あ、よかった。ないのさ、タンパーとか PS パーク。ランドギーンはね。あ、よかった。なんだよ、指輪アイ。だからずっと意味が分かんなかった。指輪ボールって言うとか、これ今、そあの、バンディットが殺せる。ここのバンディットが殺せる。あ、2体だよ。ワーウルフで、これも殺せる。指輪アイボールで、なんかコンボで殺す。死んでるの。あ、それ即死。どんなやつなんですか。惑星。なんか コンボのためにやったー。すげえいいとこ。エスケープ。エスケープ来たー。おめでとうございます。ここ死んだい。ここ死んだい。いや、ウィンウィンなんじゃないですか。死んでもお金もらえるし。ウィンウィンやね。待てるか。ちなみに、エース版ではどの属性が強いんですか。チーが強いんじゃない。バロンもいるし、ティーラムもいるし。それか、ムーか。ヘッジオックが、ヘッジオックいるからね。だからヘッジオックと絡めて風になっちゃうのかな。ムー風やね。ジーニーとか超強いしね。ジーニー、うん、3つの願い。全然足来ないと思ったらライフボックだった。そういえばライフ出しなんかあるわけない。いやいや、この服全然足来ねえなとか思いながら回してた。ちなみに、あの足もあんまり入れないし、あのライフボックだから関係ないけど、あのドローサポートを入れないマンなんで。アイテムカードを使えない。ギルドラフターで頑張ってください。で、何何何何ちょっとアイテム使えなくない。
ほらこうやってしまった。これなんか反撃されちゃう？行くか。下手に反撃されるの嫌だな。チキラさんやね。チキラさんはこれ反撃するパターンだからやめとこう。私もライフじゃないですよ。ちょっとこれやっぱちゃんとブック組めばよかったな。キキさんちゃん消してなきゃいけない。懐かしい。12ラウンドで7センチめっちゃ遠いな。嫌だな。みんなリボルトも慣れすぎなんだ。リボルト、カードが高いよ。リーチャーのスピーチ。リボルトがやっぱ楽しいよ。え、リボルト楽しいですか？楽しい。これより全然楽しい。これよりって言わないで。サーガ、DS 版は DS 版で面白いし。いやチャレンジでいいんじゃないですか。ファイアドレイクチャレンジでいいんじゃないですか。バリドでずっと20じゃないですか。カルト界のわかる値上がりしないファイアドレイクで。でもチャレンジしても10足りないからな。いやいやいや、これ今R ボタンを押したら出ません。本数とか、ほら出るじゃないですか。あ、人のも OK。見ますよ。いや、今私攻める必要ないじゃないですか。だから30増えるから60ですね。60ですね。いや、私が やる必要ないと思うんですよ。ただ、あんまりね、こっからの展開がないよ。キラさんのドラゴンの目を試すために、伊沢さんには泣いてもらわないと。なんで意味が分かんないですよ。あまりね、一つも余ってないです。まあ、とりあえず、土地が余ってないんでね。意味が分かんないですよ。いやいや、使ってもらったら、いやいやいやガス安使っとってください。嫌だなぁ。いや、どう考えてもこの順位にやる必要ないじゃないですか。年が欲しい。私が一番年が欲しいんですよ。お金は貧血でした。
今の状態ですごくドレマが欲しい。序盤にドレマはいらないんだよな。ドレマいっぱいあるじゃん。カタス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 かな。ひどかさんのセクター名読めないよ。キーサメマリさん。あ、これがひろゆさんだったんですよ。マリさんがひろゆさんなんだよね。エクさんは読めないよ。本格用語。あ、それ強いじゃん。やばいな、これ外国語踏む未来しか見えてこない。メテオ、あそこの土地にメテオ2人決めます。見てよ、見てよ、連鎖してない、うちはレベル1。あ、そうだ、これエリアがあるからこっちそうです、風通しに積もってると思ったら風通しに。ああ、そういうことか。え、まだあったっけこの時エリアの。あります。あれね。足だ、足の下の上の。風1連鎖ってこと ?1 連鎖です。そっか、右左で連鎖が別々かと。うわぁ、初期のカルドだって。うわぁ、初期だわ。初期カルドだった。あれ、全然魔力上がんねえなと思って。魔力上がんねえな。ひどいな。そっか、じゃあ下手すと呼べないとこも出てきちゃう。あれ、呼ぶ条件もあれだと。呼ぶ条件は大丈夫。なんか、は緩和されたなって。確かに、エブドラとか、同じエリアで、そう、最初、それだけいけなきゃいけない。それは緩和されたの。それは緩和されたけど、連鎖は緩和してない。別々。しんどい。そっか、マジで。しんどい、しんどい。そう、DS、だから、3DS のカルドセプトは、あの、エリアはあるけど、連鎖は大丈夫だったんだ。この時はダメだった。お疲れ様です。カンタムル70か。カンタムルゼロになる、自分のあれが。ヒラさんもすごいなってしまう。70か。頑張れ、ヒラエモン。どこ上げるわけにないじゃん。そう、昔と違って、今と違って、即トランスができないんですよ。取るってない、1個だからね。みんなリボルトを持ちますね、頭が。DS 覚えてないですよ。あ、やってますか。あ、私一応 PS 時代からやってますけど。PS って PS と PS2 と、あと DS と 3DS リボルトでやってます。10年以上前。それが小学低学年ぐらいの時に親が買ってきてちょっとやらせてもらって、その時ちょっと挫折して、また高学年ぐらいの中学生ぐらいに出しました。まじで困ったな、強い強い。だから、一人でやってた時を入れれば8年から10年ぐらいの。これ、9万でもいけるよな。まあ、いや何が最終ならまだなとか。でももう、最初に始めたのがリボルトの実質1年以内だと思ってくだされば。あれ、何だっけ、あれ持ってきた。あれって何ですか。 PS 版のメモリカ、PS 版のメモリカ。確かめたんですけど、データが残ってないんですよ。あ、そう、私も持ってきたけど、中身が残ってるから。怪しいから。いや、今テレビ壊れててさ。これが 100% 売りということはゼロになっちゃう。まあ、ライフですか。あ、次一歩であれか。一歩で100入るか。ええ、あ、そうか、ライフ中か。ライフ中です。いやー、エクスさん順調ですね。いや、聞かないゼロになった。すげー。おー、すげー。おー、すげー、すげー。おー、すげー。おー、300。すげー。このエリア連鎖してないのに気づいたのがそのきつい。連鎖してないのきついな。大丈夫だけど終わんの。知らないですよ。じゃあ今度は何だっけ、DS の時に体験大会みたいなやつがあって、その時に現場で体験版できたんですけど、20ラウンドしかできないんですよ。すごく全部上手い人はちゃんと7000、7000だったか6000だったかちゃんと達成してた。4号さんとか、トラン使えば簡単だよ。昔の人は本当に知らないです。4号さん今の人だよ。誰4号選手だ。知らないですよ。今の人は活躍してないから。活動してないから。活躍はして。今。いやひどいひどいですよみたいな。ダイレクトな釣り入りました。
いや、プロデューサー活動忙しいからね。あ、今ヨンボさん四国にアイマスの人なんでないな。むしろ最近カルトがやってない。演奏したいから戦車も来てる。そうです。とりあえず三角貯めてこれするか。もしかしたら2日後逃げるかもしれないゴールドブースの我々が。博士の博士あの仮免許の点があるかもしれない。いやなんかひろゆきさんがしてほしそうだったんですよ。まだ仮免許取れてないでしょ。あれさアファも好きだ。なんかアンダーモスはすごくあのアイルトンさんあたりが好きそうだな。なんかこういうのもいやなんかロマン派だったりしてるので、どうしよう、なんかプランがわからん、これ連鎖が組めないのがしんどい。連鎖組めないのがしんどいです。あたす、取ろう。あ、違うか、なんだこれ。あ、これはゼラハンですね。あ、パラディンか。ちゃんと首ある、ちゃんと首あるから、ちゃんと首あるから。これ、いっちゃうまいか。やっちゃってください、やっちゃってください。やらない、やらない、あの仲良くしないと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10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 ,
ダオラさんって。カンコレなんかアップデートかなんかあったんですか。ロシアさんすげーやってるんですよ。今日から、イベントです。イベントです。11日から。今日までシュラみたいな勢いでやってるの。何みたいな勢いで。シュラ、シュラ。鬼のようにやった。えい。シュラさん、ちょっと。ドロップが悪いって言ってるから、わしいつもギリギリに入れてる。今日はグラフとか出るらしいですか。グラフ、ああ、はい、グラフはなんとか、あの、なんだっけ、あれあれあれ、入れない、ウォースパイとか掘れるっていう感じ。あ、あれ、あの、随遊待ってたエレベーター乗ってて、あの、赤木の声優の人が言ってました。そうだったのか、藤田さん。そうそうそう、あ、知ってるじゃん。あ、バカセ来たんですか。来ました。バカセって聞こえない。バカセ、バカセはバカセです。え、実際に会ったことある。あります。あるんだ。リクさんは初めてです。うちの近所だから。はい、近い、近い。名古屋さんは、名古屋近くに。よいしょ。アパリオさん、私が名古屋を開いたら来ます。いや、行かないですね。ちょっと遠いよね。福島はちょっと遠いよ。名古屋か。ちょっと続いたな。名古屋はわかんないし。俺らが仙台行くのと距離が倍だからね。福島から行ったら。これやば。あかん。思い忘れる。あかんな。支援か。支援を忘れる。リボルトドームになってしまってるわ。応援。応援忘れです。あ、これドラゴンゾンビのくせに、リュウです、リュウです。あの、フシじゃなかった。ゾンビのくせに、おかしいじゃないですか。でも、ゾンビさん、リュウだったら、あ、そう、ゾンビのくせに、そうだ、いいけど、パーにもリコールも何も引かないんですけど。いや、これは、ちょっと、気がするけど、わからんから、バロワイト。あ、違う、バロワイトダメか。いや、でも、20眠りが、20はいけますよ。20はいけるよね、オッケー。もっと燃えかしてるから。リボディーランス置いときたいんだけどな、まあ、しゃないか。グレアも捨ててもいいですよ。どうなんだろう。ちょうどOKです。
18ラウンドか。これで取れないんでしたっけ？取れない。あれ、攻撃成功時だっけ？攻撃成功時。攻撃成功時。強いキャラクターだった。頑張れなかった。よしさん、ノブさん。バジリスクは？バジリスクのように。一応これは応援がついて、40で、ドラゴンの回から50。50から、汚いやつやね。でもこっちのレベル。リーダーも元に使いづらいな。強いかと思ったな。でもそれは足らないんじゃない。あ、お前そうだね。そうだ。倒してしまうかもしれない。両方支援か。ダブル支援か。ダブル支援です。ダブル支援。リーダーはこうやって守るんですね。強いですね。リーダーも強い。強いわ。あれ、ピンポン言わなかった。下で呼んだもん。あ、で、下まで迎えに行った。そういえば、昼間ハンバーグになったから。ハンバーグ今、今日夜にした。じゃあ、昼どうなるんですか？別に食べないと思う。え、昼、まあ、だから44ぐらいで、買いに行く感じじゃない？そこはベルトに買いに行くのに。じゃあ、もうここら辺の久しぶりなんとかしますね。まあ、それでもいいし。でもなんか皆さんが買いに行くならま買いに行きますけど、だけど。お弁当も出された。これ無愛ちゃんやこんな。愛妻弁当。こんにちは。こんにちは。弁当。あ、愛妻弁当じゃないですか。無即死です。なんか知らんけど弁当。無即死じゃないか。無即死だ。おお、強い。強い。パラディ強い。いや、もうボロボロすぎて。今なんとかやられてるエルダドローン無理なんですけど。エルダドローン強いよな。なんか落ちてしまいます。あ、強いの。これ強いのか。応援、待ってね。これって応援全体ですよね。全体です。じゃあ殺すことぐらいはできるんじゃないかという。え？そうなんだ。私の計算だってればですけどね。お金が、お金が。ダメだ、無理じゃねえ。自分が10じゃん。自分が30だったらまだ。いや、その前に死ぬんだよ。そっか、反、あの、全反射じゃないからダメなんだ。全反射、超強い。そっか、デコイと勘違いしてた。こんなクロスビーストじゃないんだ。懐かしい。懐かしい。あ、そっか。わからない。クロスビーストはサーガです。色付きは反射。ああ、そんなのがあったの。怖い。しかも自分には地形効果が乗る。あれ、不属性ですね。不属性。風水不属性。あれは強いよな。まあ、副属性を副属性って聞こえちゃってマイナスじゃない。私もそっちだと思いました。そうそう、滑舌悪くてごめんね。攻め受けがあるのか。違う。私はあの政府の負だと。お金もらえるじゃん。これ、これ、あ、大事な口かも。大事な口だけど、いや、連鎖してない。まあ、まさかここまでかすらないとは。直感で組んだブロックとはいえ、まあ初めてだからしょうがないよね。これドレイク、なんかこの坊主頭が気になる。ドレイク、まあ失敗は誰しもありあることですから。全員揃う。初めまして。今。
リクさんは海の人です。リクさんって男の人だと思います。空飛ぶ人男性だと。そうです。私もなんか話聞くまでは男性だと思ってました。空飛ぶ人で、こちらがパカセです。うるさいわね、もう。うるさいわね。おねこふまになってる。おねこ。いやなんか早速配信もしてますので。あ、そうですか。はい、そしたらあんまり喋んない方がいいかな。いや、大丈夫。音声拾ってくるとどんどん喋る。おっぱい。おっぱい。開幕するか。開幕おっぱい。おめえ、気に入った。まあ、こんなんだから、バカせでいいよねってなって。バカせじゃない。男の人にもおっぱいだよ。まあ、いや、なんでもない、なんでもない。私にも思うわよ。バカせはそう、そっちの趣味で。これは冷蔵庫。はい、どうぞ。それを。俺両親が宮城だからね。たまたま食い慣れてるから。ありがとう。食べない。
DS やってる。はあ、それで。もっと勉強してください。何がですか？吉野さんはゲームの勉強じゃなくて、世間の投げた常識をもうちょっと学んだ方が。何の話ですか？だから何の話なんですか？まだお作法です。お作法というか、世間の常識というか。だから、あの後ろの状況が分かってないんですね。だから16さんにきつく当たられる。配信されてるんですよ。配信されてるよ。配信されてるよ。コンビモッチ云々からもう配信されてるんですよ。いや、可愛いの役だと思って。喋ってるのも聞こえる。いや、なんかこう、はっきり聞こえてる。そっち、あ、もうね、拾ってんじゃん。だんだん殺伐としてる。リキさんのこのものトークでちょっとこの場を和ませて。なんでしょう。いや、私どう入ればいいのか。いや、なんかこう。ほら、あれですよ。はっきりしないこと、白黒つけないと。うん？なんか今、すごい空気が淀んでる。みんな譲り合った。譲り合い、埼玉で。埼玉。埼玉だから譲り合いです。何の話？F1 になってたけど大丈夫。何なんですか。
散歩まで見てもらってもいいですか。そうしてるから。いや、私の手見たことないですよ、皆さん。あ、だったらごめんなさい。運転するんだ。いや、私のスーパードライビングテックを。そうか、長屋の人は運転がないって言う。そうなんだよ。一緒にしないで。いや、私の手見たことないでしょ。神君の練習中、はるか張らないかっていう論争になりますけど。そんな論争いらないです。君の、 教習所の進捗に言われる。俺は仮免許バレないんですよ。まだ理想まで来てない。まだ持ってない。次ですよ。じゃあダメだ。大丈夫だったら発生してくれてる。じゃあ高速でも高速講習受けてないから、運転手と危ないです。お時間を取りたくないんだったらしょうがないから、私の方で。こういうことになりそうだから、今見たら。さて、みんな行きましょう。本当に行くの？こんな展開になりそう。すごいな。いや、そう。普通に。行かなかったら、任せていいと思います。何のために行くか。いや、僕はあれ、無駄に仙台行って飛行機乗って帰らないといけない。無駄に何としてもいいから。いや、もし行かないとしたら、仙台からしか帰りに行かないから。あ、そういうことですか。飛行機、広さん飛行機。飛行機で帰る、あの、13分。仙台からこう。大丈夫なんですか。いや、本当に。質問して白文字を検査したいところだったら、イエスノーでございますか。質問して。イエスノーがないんすか。イエスノーで答えた質問の方が分かりやすいんでしょ。いや、理解できないんだから。私がバカみたいに言わないでください。いや、はっきり言ってたバカだけど、どうですか。配信取れなかった。星野さんがバカが全国に配信だ。大魔王バカになる。ザクロさんじゃないんだから配信止めろや。ザクロさんはなんかミスるディスカードが良くなかったときによく配信止めろって言って。あ、そうおい、その配信止めろって。え、自分がディスカード見せたときなんですよ。私、すっごいバカポジションになってません。そうしこそれも言わないと分かんない。すべてイエスノーで。イエスノー。お、すごい。パワーがやばい。ここら辺しよう。みたいに言わないでくださいよ。星野さんいるともう他の人のキャラが霞んでしまった。悔しいな。パワーが。いや、私何も変なこと言ってないつもりなんですけど。悔しいけどゲフゲフ。なんすかもう。近くないから最強だね。はい、しみよう。あ、ファイアードレイク懐かしいな。ファイアードレイクめちゃくちゃ強いですよね、多分これ。ウッドウォーク。あ、星野さんが D ダム使ってんの。いや、まだ3500いってない。まだ3500いってない。終わんねえな。出た、精錬。めちゃくちゃ強いの。26? これ40いくな。リボルトやる？やるか。やりましょう。やるか、リボルト。リボルト雇ってもらったら。リボルト。リボルト終わって、まだ終わってないパターン。冗談で言ったら、じゃあこっちに2試合目やるぞ。その辺とかすげえ気になる。でも夏とかね、パソコンぐらいで行かないから。エアコンつけて、エアコン別電源もあるんだよね。あ、そうなんですね。エアコンだけは別で200円で買って熱量が違う。コンポスターと、あと、ついちょっと使わなきゃ。コンポスター落ちないからね。落ちないよ、別。つい自分の家と。ちょっと配信止めてもらっていいですか。行きますか。あ、やべえ、これちょっと待って。
はい、大丈夫、大丈夫、配信を止めろっていう人がここにもいた。じゃあ止めましょうか。本当に止まるやつ。いや止まるやつなんだこれ。本当止まるやつなんだこれ。マジで一旦じゃあ。はい、じゃあちょっとこれ。